こんにちは、ショートクナナシです。今回は空の青さを知る人を実際に本編を見てきました。いやもう全然予告とちゃいましたね。すっごい恥ずかしいんですけど。で、皆さん結構理解がすごく追いつかなかった、もしくは難しいんじゃないかなっていうふうに感じた点をそれぞれ感想を交えて話していきたいと思います。赤髪神野が13年前からやっていく、そしてついに今の31歳の神野が本音をぶつけ喧嘩をする、対峙する場面をやっていくわけです。お堂にその外に出ようとすると赤髪の神野青年はバシン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 って出られないって言っていうふうに言ってましたけども、今度はもっともっと無理やり出ようとするんですね。すっごく痛そうに。で、それの痛みの表現がこの自分の体ではなくて、この一回も本編流れないんですね。その真の少年がファイアバードっていうかつての恋人アカネとの思い出の品っていうのを葵に錆びてるから変えようかって言っても、もうガンとして聞き入れない。じゃあ真野がぶつければぶつけるたびにそのファイアバードもうめちゃめちゃにバシ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 って言ってすさまじいけたたましい音を立ててボロッボロになってくるんですよ。その真野青年もファイアバードも。だからその真の青年っていうのはもともと今の真野がかつて茜との思い出っていうものを辛いからっていうことで封印しよう、埋葬しようっていうふうにした棺なんですよね。だからお堂から出られない、お墓なんですよね。でもそのお墓で暴れまくるわけですよ。でボッコン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 って最終的にはこの葵まで手伝って腕引っ張ったり引っ張ったりしてうわーってやって、もうこれぶっ壊れちゃうんじゃないのっていうぐらいになって、どうなったかっていうと最終的には出ちゃうんですよ。外に出られる。ベースの押さえ方を教えたブルーバードと共に空に舞い上がるわけです。で、もうそこのシーンはもう割愛します。もう非常に最高です。で、そこから大事なのは大人はどうしなければいけないか、空を飛ぶのか。違います。歩くんです。自分の足で走るしかないんですよ、現実だから。だから自分のやってきたことっていうのがいくらこの目を背け太陽のことでも本当のことだから、しかも相手が自分がまっすぐ生きてきたっていうのを、全部認めて知ってる相手赤江だっていう、でその子を救いたいっていうことでもうかむしゃらに走るわけですよ。もうあの田舎の道を走って走って走って、まあ途中タクシー使ったりしますけども、それでたどり着くわけですよ。で皆さん結構思うと思うんですね。先にたどり着くのが赤髪の真の青年なんですよ。なんでそこは今の真のが行って肩をつける場面じゃないのかなって言って、で僕もちょっと考えた方がいい。あの赤髪神野はその三つどもえになったっていう、要はお堂っていうのは金堂ですよね。でそこから弓矢をいたキュービットだからこそ飛べた。でその矢はどこに向かったかっていうと、かつての恋人ですよね。だ
からこそまず心が早くついて、その後に体がついた。そして昔のことを洗いざらい話し合って向かい合わないといけない。あとはラストシーンですね。葵がなぜか一人で帰るって言って、僕なんだろうなって思いながら、あれが予告につながってたんですね。左下の携帯がひび割れてるのはあれ何だったんでしょうね。でお姉ちゃんが毎回毎回その親が亡くなったから人生変わってしまってって言って、付き合ってる彼氏がツナマヨを食べたいって言いながらも、まあキューピッドだからツナとは。かけてるのかなとかあったりいろいろと思いましたけども、昆布なんですね。昆布味のおにぎり、まあ、夕方過ぎですね、茜がやってきて、で新鮮が隠れてるわけですけども、それで置いていく。で残された3つのおにぎりを一人で、ああそういったことをずっとやってきたのかって言って、何にも言わないんですけど、それがいいんですよね。最後に写真でパシ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 終わっていくっていう、普通アニメーションって言ったらアニメで動かすもんだろうって言って言いますよね。でも葵と茜は姉妹だ、二人だけなんですね。愛を同じところから枝分かれした二人きりだから、別々にはなれないわけです。だからこそそのあった写真ってのもみんなで撮ったあの写真一枚きりしかないですよ。だからあの写真を含めて今のそのエンディングっていうものが、普通は現在進行形で語ってドラマチックに終わるって思いきや、それを過去にして今そのどこかで彼女たちは何かわからないけれども元気でやっている。だからこれは幸せな大きな一枚の写真になっているっていうような原作者の思いだと自分は思います。長く聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録と、もし、気に入ったらよろしくお願いいたします。失礼いたします。